はい、いかがだったでしょうか。我々が今見たものが一体何だったんでしょうね。というわけで、世界で最も売れたゲームマインクラフトスマブラに参戦です。私としてもこんな日が来るとは思いませんでした。スマブラの新ファイターは私が好みやくじ引きで決めてるわけではありません。任天堂から最初に相談を受けて、持ちかけられることが多いのですよね。もちろん実現が難しければ断ることもできるわけですけれども、任天堂の担当者が来て言うわけですよ。桜井さん、マインクラフトってスマブラに入れられないですかねって、メガネをクイックイってあげながら簡単に言ってくれますよね。まあ魔法的な何かと勘違いしてるんじゃないですかね。マインクラフトってどういうゲームだか知ってます？もう駆け引きとかを成立させながらあのゲームをスマブラに落とし込む、そりゃ無理でしょう。だからはっきりビシッと言ってやりましたよ。はい、できます。まあ企画するだけならパパッと考えられます。グラフィックは簡単に済むでしょう。モーションもまあ簡単な部類だと思います。サウンドは他のファイター並みかなと。要素は多いけれども声がないですからね。だけれどもとにかくプログラマーが大変です。死にます。そして、ステージ全部のステージに対して、ブロックを置くという要素を入れるんだったら手を加えなければいけないとか、バイオームはどうするんだとか、そういうような要素もあります。あと何といっても企画なり、ゲームバランスの調整なりについてはもうすでに未知の領域と言ってもいいぐらいですね。その体重とかリーチの短さみたいなものも含めてうまくまとめるのはとっても難しいです。戦法もすごく変わったものになるでしょうね。だけれどもなんとか発売にこぎつけられそうになってきたので、今日お知らせと、参戦ムービーの、ご報告をした次第です。参戦ムービーである程度分かったこともあるとは思うんですけれども、それ以上のいろいろなプレゼンというのはやっぱりこの後行いたいと思っています。今までのファイターとは全く異なる要素が多数あると思いますので、よく見て、使い方を知っていただければ幸いです。その放送はこちらです。マインクラフトライブの直前に機会を持ち改めて説明することが決まりました。私ももちろんマインクラフトはプレイしてますよ。クラフトモードで、ビレー建築などはしないですけれども、サバイバルモードで生き残りや街の繁栄などを楽しんでいたりします。とりあえず今日はここまで。後日放送のスティーブ・アレックスの使い方放送をお楽しみにしてください。それでは。